私が絡め取ろう。いいじゃない、精霊力を。アタックコム、まとめて今だ。くれ、終わりだ。やっぱりやるだ。助かる、引き締めていこう。これは遺跡だらけだ。かつては人々でにぎわう大きな町だったんだろうな。そんな場所もスルドブリガにおいては精霊力の通り道でしかない。見たまえ、風車だ。行きましょう。ああ、問題ない。
の翼とアウメドラが戦ったんだろうか。どうかな。ここの荒廃は主に時間によるもののようだ。破壊の跡があったとしても300年前のものだ。それ以来住むのはズーグルだか。Yeah.
逃げられてしまった。ちょっと牧場の様子を見ねえか。この先でアウメドラに追いつけるといいのだが。ああ、これ以上悪さする前にとっ捕まえねえと。大丈夫かリンメル。うん、無理はするなよ。うん、ありがとう。ポロフルル、私どうしたらいいのかな。どんなもんよ。リメル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか。うん、キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。フルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいてみんながいてそれが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながらお互い大切に思っている。ある意味家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満？じゃあお兄ちゃん、シオンがお姉ちゃんでキサラがお母さん。なら父親はティオハリムか。ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし時々説教臭いし。あとローは、弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし、難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか？もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でも、そう考えると今の状態って楽しいね。補助体だけどな。そこがいいんだよ。これ以上危ないことなんかしないで、このままみんなでただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私フルルの訓練に行ってくるね。しっかり休んでおこう。今日もよろしくね。
行き止まりか。いや、昇降機がある。使えそうだ。驚いたな。本当に地下の港だ。船もある。ダノ人ばっかだ。ここで働かされてたのか。アウメドラのことを尋ねてみよう。スルドがここに来なかったか。もういねえよ。ゾロゾロ手下と一緒にやってきて、自分の船に乗り込んで出て行っちまった。こっちとらぶっ殺されるんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。くそ、間に合わなかったか。奴らを追いたいのか。だったら船を出せ。あんた、船を扱えるのか。ずっと光目にこき使われてばかりだったけどな、一通りのことはできるよ。どんな危険があるかもわからない。船だけ提供してもらった方がいい。おいおい、あんたらがどれだけ強いか知らんが、船ってもんはそんな甘くねえぞ。素人が操ってみろ。港から出る前に沈没しちまう。時間が惜しい。お願いしよう。よし、来た。俺はマハバル。準備しておくから声かけてくれ。生まれて初めて自分の意志で操船してるんだぜ。こんな日が来るなんて思ってもみなかった。ありがとうよ。礼を言うのはこっちだ。追いつけそうか。あちらの船はバカでかい分足が遅い。対してこっちは空っぽで船足が軽い。行き先にもよるが、なあ、なんとかなるだろう。スルドの船にもダナ人が乗っているのか。どうかな。なんでもあの船はスルドの2番目の城だっていうし、城にはダナ人は入れないしな。まあ、レナ人だけであんなデカ物扱い切れるか怪しいもんだが、何にせよ追いつくまでしばらくかかる。それまで好きに過ごしててくれ。海に落ちなさんなよ。好きに過ごせと言われても、船の上じゃすることがない。念のため船の中を一通り調べてみたけど、特に怪しいところはなかったぜ。そうか、助かる。初めてカラグリアを出た時、世界ってのはなんて広いんだって思ったよ。俺もカラグリアの壁を壊してその向こうを見た時、そうだな。ああ、この海の広さってやつは、なんていうか桁が違うな。親父も見たら驚いだろうな。親父が死んだ時、最後に何て言おうとしたのかずっと考えてるんだ。ああかもしれない、こうかもしれない。でもそれって俺の願望でしかないかもしれないだろ。そんなこと考えてると、今度はああしとけばよかった、こうしとけばよかった、そんなことばかり浮かんできて、いつまで経っても答えが出ないんだ。リンウェルのことだってそうだ。思わずやっちまったけど、本当に正しかったのか、話をややこしくしただけなんじゃないかってさ。俺、本当にバカだよな。俺は時々
こんな時ジルファならどうしただろうって思うことがある。ジルファだったらリンウェルを止めなかったと思うか。いや、親父だって絶対止めたと思う。そしてお前は同じことをしたんだ。ジルファはきっと誇りに思っている。アルフェン、お互いジルファに向かって胸を張れるよう頑張ろう。俺たちにできるのはそれだけだ。ああ、ありがとうアルフェン。いちいち絵になるな、あんたは。見る側の主観まで責任は負えんな。アウメドラのことはよく知っているのか。ご期待に添えるほどではないな。レネギスでスルドに選ばれた後、何度か顔を合わせた程度だ。レネギスか。今地上で起きていることはどこまで知られているんだろう。全て把握されていると思うべきだろう。生還の理由は不明だが、あるいはこれもスルドブリガの一環とみなされているのか。アウメドラのやったこともか。これまでもあんなことが当たり前に繰り返されてきたのか。私が知る限りではない。スルドブリガは精霊力の量を競い合う。そのためには奴隷の存在が欠かせない。乱れに殺せば勝利が遠のくだけだ。ならアウメドラはどうしてあんなことをしたんだ。さてな、スルドブリガの終わりが近いと見て勝負に出たか。労働よりずっと手っ取り早く大量の精霊力が得られる。その代わり大勢の奴隷を失うから後が続かないわけだが、人間が虚水化するほどの搾取は本来スルドブリガにあっては想定外だったはずだ。そんなにしてまでなりたいものなのか、レナの王というのは。なんといっても我々の頂点だからな。その意味では彼女の振る舞いも理解できる。やり口としてはおぞましいことこの上ないが。あんたからそう聞けてホッとするよ。メナンシアのことなら単に度胸が足りなかっただけかもしれないぞ。悲鳴を聞きたくなかっただけなら耳を塞ぐだけでもよかったはずだ。無理やり私を善人にしようとしているな。断っておくが、私はそんな上等な人間ではないぞ。だったらなぜあの死の湖にキサラの声に動揺したんだ。なぜミキウダの願いのため同胞を相手に戦う。皆ダナ人じゃないか。そういう君はどうだ。ミハグサールで何を見た。デダイムのあれは解放とは違う。自分に従わない者を敵とみなすのは300年間レナがやってきたのと何も変わらない。私が見たのはダナ人同士、レナ人同士の中にさえ争いがあるという現実だ。メナンシアのレナとダナの真の共存。努力はするつもりだが、その壁は高い。できないと思っているのか。君はできると思っているのだな。俺たちは敵か。少なくとも剣を交えてはいないな。それじゃ不足か。何を無邪気な。まあいい、しばしは付き合おう。そう決めたのだからな。顔色が悪いみたいだな。大丈夫か。この床ごと揺れるというのはなかなか答えるな。お前は平気なのか。そういえば何ともないな。痛覚がないせいかもしれないが。ニズデのこと今でも信じられない。いくらダナ人に対するスルドの仕打ちとはいえ、あそこまで人の命をもてあそべるとは。ああ、だがニズに会ったのはそれだけじゃない。デダイムだな。レナの支配に対する怒り、それが俺の戦いの始まりだった。レナは悪、最初はそれでよかった。だがシオンやメナンシアの人々を見るうちだんだん分からなくなった。
そしてダナにもデダイムのような男がいた。ダナだから正しい、レナだから悪い。所詮虐げられた側の思い込みでしかないのかもしれないか。ああ、レナの支配は許せない。だがどちらにもいろいろいる。少なくともそれが俺の見てきた真実だ。仮にデダイムがもっとまともな人間だったとしても、300年の支配から逃れられるかもしれない。そんな誘惑を前にダナ人が冷静でいるのは難しかった気がする。私がメナンシアで理想に飛びついたのも根は同じことだ。少なくともキュオハリムに悪意はなかったんだ。罠として仕掛けたアウメドラとは違うだろう。私が言っているのは受け止める側の問題だ。私たちはあまりにリンウェルから聞いたのだが、レナの侵略を受ける前はダナ人自身が支配するものとされるものに分かれていたそうだ。デダイムの態度はまさに支配するもののそれだった。バエフォンの話じゃ彼も最初は違ったらしい。それが支配者と戦い続けるうちに変節してしまった。レナの支配を倒しても結局そこに戻るだけなのだとしたら、この戦いの意味とは何なのだろうな。キサラが追い求める理想郷はそれとは違うだろう。だといいのだがな。今のところ正直雲をつかむような気分だ。あんたにはミキューダの意志がある。故郷のメナンシアの人たちだっている。そうだな、兄さんの信じた共存の夢、今も信じている人々、それにお前たちもいる。俺たち？お前とシオンだ。どういう意味だ？変なことを言ったか。今の私にとって一番身近なダナとレナが共存している例なのだが。言い争いしかした覚えがないぞ。案外そういうところに答えがあるのかもしれない。そういうキサラこそ。と酔いが戻ったようだ。すまないが少し休ませてもらう。大丈夫かな。気になるなら直接話してみるといい。うん。それと謝らないとだよね、アルフェンたちにも。俺たちにも？だって私ずっと嘘ついてたんだよ。敵討ちのことしか本当は考えてなくて、でも一緒に戦ってるようなふりをして。誰だって人に言えない事情の一つくらいある。それにリンウェルの力には随分助けられてきた。あれは不利なんかじゃなかったはずだ。そういう意味じゃなくて。分かってる、アウメドラのことだろ。うん、やっぱり憎いよ。あいつのことを考えるだけで頭の中が燃えるみたいになる。でも今はその度にローのあの顔が浮かぶんだ。親の仇のスルドを憎んで、その仲間のレナ人を憎んで、それなのにシスロディアじゃダナ人同士が疑い合って、ミハグサールじゃデダイムみたいなのがいて、ローやシオンがいて、もう何が何だかわからない。ローはアウメドラを許せと言ったわけじゃない。大切な人を殺した相手が憎いのは当然だ。ただただ
あいつは父親への怒りで故郷を離れた。そのせいで父親とジルファと和解の言葉を交わせないまま死に別れたとあいつは思っている。多分その気持ちは仇のガナベルトを倒しても晴れることはなかったんだ。あいつは勢いに流されて何かをすることの怖さを知っているんだ。怖さ。アウメドラのことはリンウェル自身が決めるしかないし、俺はそれを尊重したい。だがとにかくよく考えるといい。時間はまだある。うん、ありがとう。ねえ、私あの時シオンに怒られたような気がした。本当にそれしかないのか、もっと周りに目を向けてみろって。でもそういう彼女はどうなんだろう。シオンには何があるのかな。それはよく知らないんだ。あまり自分のことを話さないし。憎しみは力をくれるって、何がそんなこと言わせたのかな。ずっと誰かと手も握れないのってどんな感じなんだろう。あまり乗り出すと落ちるぞ。アウメドラの船を探しているのか。海を見ていたのよ。海を。そう、波を思い返しながら。シスロディアの冷たく白い峰、メナンシアの豊かな緑、カラグリアの苛烈な荒野さえ、大地は脅威に満ちている。でもメナンシアの死の湖やニズの荒廃は、あれをもたらしたスルドブリガは間違っている。二度とスルドブリガが起きないようにしたとして、それでどうなるんだろう。ダナとレナは。あなたはどう思うの。俺はメナンシアで見た可能性を信じたい。いつまでもこんな争いが続くのは馬鹿げている。あの国でできるなら他でもできるはずだ。そうね、私もそうなればいいと思う。そう思えるようになった。随分変わったな。正直に言うと、最初はダナ人を見下していたのは事実よ。でもここまでの間に見てきたいろんなもの、醜いもの、嫌なものもたくさんあったけど、それは必ずしもダナのものばかりじゃなかった。そしていいものの全てがレナのものでもなかった。気高さ、残酷さ、そこに種族は関係なかった。そうね、私は変わったかもしれない。こんな風に自分から誰かに触れようとしたこともなかった。
しよう。レネギスにいた頃から私はずっと一人、ダナに降りてからもずっと。今もか。あなたの記憶はまだ戻らないの？ああ、戻りそうな感覚はあるんだが、仮面が邪魔してるらしい。記憶が戻れば、その仮面の正体もわかるかもしれない。そう思うと皮肉ね。まあな。シオンの方は茨が溶けるまでもう一息だな。スルドはあと二人だ。そのマスターコアが手に入れば、例のレナス・アルマができるんだろ。そうすれば茨も。シオン、ごめんなさい、何でもないわ。そうね、終わりは近い。私一人ではここまで来るのは無理だった。感謝してるわ、みんなにも、あなたにも。礼なんて必要ない、俺たちは仲間だ。そうだったわね。どのくらいでアウメドラに追いつくんだろう。マハバルに聞いてみよう。来たか。ちょうどいいところに来た。見えたぞ。あれか、でかいな。ロー、みんなを集めてくれ。気づかれずに横付けできるか。ああ、幸いヨギリが出ているからな。あとは音で気づかれなければってとこだ。気づかれたらどうなる。そりゃあまあ、逃げる間もなく海の藻くずだろうよ。はあ、追うてきたか。やはりハエとはいえ、確実に潰しておくべきであったの。うるそうてかなわぬ。もう腹が空いたか。よい、わざわざ餌の方から出向いてきたよ。いいぞ、うまく横付けできた。いつでも脱出できるように俺はここで待機しておく。よし、行こう。アウメダラを探すんだ。Yeah.
どうしたの急に。シオンの言葉で少し落ち着けたんだ。そう、お礼なんていいわよ。それにしてもでかい船だな。ミハウスアル一国でよく数年でこれほどのものを作り上げたものだ。あるいはケルザレクが物資を横流ししていたか。だとすればこれもまた私の不始末になるか。メナンシアからだけとは限らないわ。他の国からもか。あり得るな、あの女なら。けど自分の国を捨ててこんな船に逃げ込んで、アウメドラはこれからどうするつもりなんだ。あたうる限りの財を積み込み、高みの見物を決め込んだ上で漁夫の利を狙うといったところだろうな。あいつならやりかねないよ。力ある上に狡猾で手段を選ばない、危険な相手だぞ。スルドの霊に漏れずだろ。これが最初じゃないさ。ためらわないのね。ああ、笑いながらあんなことができる人間を野放しになんてできない。そう、そうね。こんな時に持ち出す話でもないのだが、君の仮面がそんな具合になっているのはカラグリアでビエゾの一撃を受けたためだそうだな。ああ、あの時は肝が冷えた。スルド・ビエゾは旅力だけなら5人のうちで最強だった。その一撃で半壊にとどまるとはダナのものではあるまい。前にシオンにも言われたよ。そんなものをかぶっている俺は一体何者なのかって。半壊した時に名前を思い出したとも聞いた。ああ、全部壊れた時どうなるのか正直考えるのが少し怖いけど、それを恐れて何もしないのはもっと怖い。だから今は戦い続けるさ。夜と相対した者だけが棺を見る。なんだって。何でもない、忘れてくれたまえ。